白人峡にある河川名標渡別川は、北海道東部の十勝平野中央部を流れる一級河川。十勝川水系の支流で、帯広市の南東部と中川郡幕別町の渡別、札内地区を流れる。渡別とは、アイヌ語のトゥペツ、またはトペ別の意図される。北海道帯広市南東部、十勝帯広空港の西側付近に源を、橋北へ流れる。 JR 薩摩駅付近で北西に展示中川郡幕別町あざ相川で十勝川に合流する。十勝地方の河川の大部分が周辺部の山岳地帯を源流としているのに対し、この河川は平野部に発し、平野部を北上して流れていくという他にあまり見られない特徴を持つ。源流部は十勝帯広空港付近の畑が広がる平坦な 場所で畑の間の用水路から湧き出る泉が集まって流れ出している。この辺りは日高山脈の伏流水が湧き出る場所とも言われている。幕別町の都別、札内地区を流れる中流域では畑や住宅街の付近を10メートル前後の川幅で流れていくが、そのほとんどは両岸に堤防が築かれ、河川改修工事の済んだ状態となっている。 畑の間を流れてきた用水路が多く合流し、その水門が設けられているところが多いが、これは付近の畑や住宅地が以前は水田だったことの名残である。中流域以降、札内地区を過ぎ、千住地区になると、それまで緩やかに蛇行していた河川がまっすぐになる。これは昔は千住地区の平野部を流れ、同じ幕別町の猿別側に合流していた河川を、 直行させる工事を行い、十勝川に直接合流させるようにしたためである。以前の水路は、旧都別川として、畑の間を流れているが、幅1メートル程度の、ごく小さな流れとなっている。十勝川との合流点は、十勝川温泉の対岸近くであり、付近は緑豊かな公園地帯となっている。都別地区の流域には、十勝地方の開拓の先駆者、 与田ツトムさんの水田発祥の地の石踏みがある。この辺りが十勝地方で初めて水田が開かれた場所だが、現在は付近で水田を営んでいる農家はなくなってしまっている。中流域より下流の十勝川との合流点近くや旧都別川の一部には冬になると白鳥が飛来する。周辺の林にはアオサギが数多く巣を作っているなど、野鳥も多い。 と別側では、鮭の素上を観察することができる。これは、地元の幕別町ふるさと館が毎年稚魚を孵化させて放流しているためである。うぐいやにジます。北の富魚などの魚も釣れるが、河川改修工事が進むにつれ数は減ってきている。昔は、海からうぐいが大群で素上することもあったという。ありがとうございます。